かしくなったらね、本当に異常なっていうところで長節ばっかり弾いてる人でした、うん、初期の頃こうやって弾いてたって、ね、どうしたら、ね、有名になってからね、やめるんですね。で、三拍子にし、今みんなとしてた三拍子で、なんか聞いた感じでしょ、あ、三拍子なら今全部三拍子、あの、アイアム節、お三拍子なんかもでも本当は違うんですよ。自分のできる範囲で